2021年1月28日木曜日、晴れ。現在は夕方の4時ごろです。須坂市内の道路の雪は完全に溶けてなくなりました。最近は暖かい朝でスタートしている須坂市です。暖かいといっても2度からマイナス2度の範囲、東京や大阪からすれば暖かいという感想は理解が難しいでしょうか。こんな暖かい時で良かったのか悪かったのか、2日前突然家のこたつが壊れました。しかもそれは夜の出来事でした。10年以上使っていたという諦めもありましたが、とてもショックでした。とりあえずファンヒーターがあったのでほっとしましたが、いかに暖房器具を当たり前のように使っていたのかということを実感しました。早速翌日に市内のホームセンターでこたつを購入し、おかげさまで快適な冬の生活が復活しました。やっぱりこたつがあるとほっとできます。こたつがある信州の生活は最高だと納得できました。皆さんのおすすめの暖房器具は何でしょうか。きっと様々あるのかもしれませんね。